どうもこんにちは。今日はなんかなんで自分が YouTube を始めたのかっていうことを話したいなと思います。ちょっと懐かしい動画も出てくるので楽しみにしててください。 YouTube 始めて4年半ぐらい経ちましたと思います。はい。でなんか振り返ると、あ、長かったなってすごい思うんだけど、そもそもなんで始めたかっていうと、もともと歌うのがすごい好きで、大学入ってもいろいろ歌ってたので、なんか先輩が、え、その歌を YouTube に載せたらいいじゃんって言われて、おーおーおーと思って、でもその時まだマイクもなかったし、全然編集とかも全く知らなかったから、なんかあんま自信がなくて、でもその周りにクリスチャンの友達がいないクリスチャンの子たちに話したいなっていう気持ちはあったんだよね。だから、まあ、iPhone 1個で編集能力も全然、 iMovie とかも全然知らなくてもうノーカットでただ喋って載せることならできると思って、それがきっかけで始めたんですねっていう話をずっと私は信じてました。で、確かにそれは正しいです。だけどここ最近昔の日記を読んでて、てるんもう破れてるんだけど、2014年の2月8日めっちゃ前ですよね。こう書いてあるんです。 I want to speak about not having a boyfriend when you're too young as a Christian girl on YouTube. I want to put my songs on YouTube. 恥ずかしいんだけど、なんて書いてあるかっていうと、すごい若い時にクリスチャンの女の子として彼氏を持つのは、まあ、あんま良くないよみたいなことを YouTube で話したいって言ってるのと、あと自分の歌を YouTube に載せたいっていうのも書いてたんですよね。 I give all these things to you, Jesus. You'll have the right timing and right situation. I'll trust in you. これら全てのことをイエス様あなたにあげますって、ちょうどいいタイミングとちょうどいい状況をあなたは知ってますって、だからあなたを信頼しますって書いてあります。で、すっかり忘れてて、多分大学生の時に始めた時もこのことを知らなかったんじゃないかな、忘れてたと思うんですけど、そう、これを本当に数ヶ月前見つけて、神様ってすごいなと思って、6年前に私が日記で書いたことをちゃんと知ってたんで、私はもう本当それは神様が与えてくれた願いだったんだなって信じてます。いや、本当に神様忠実だなって思いました。で、さらにさらにもっと最近超昔の動画を送ってきて、まあ見てください。ではこれはジュンが撮っています。パソコンをしていました。で、もう、はあ、疲れた。今は私はこんな感じです。ちょっとね、髪縛っててね、可愛くないけど、じゃあさよなら。多分これ10歳とかじゃないかな。でもなんか、あ、自分はちっちゃい時からカメラに向かって一人で話すのが好きだったんだと思って、そう、なんかでもすごい不思議だなと思ってさ、神様はやっぱ一人一人ユニークに作られていて、ユニークな賜物を与えていて、好きなこと、嫌いなこと、得意なこと、苦手なことで、それを本当にちっちゃい時から振り返ると見えるんだよね。忘れちゃってるんですけど、いろいろ。でも神様は全て覚えてて、全てご存知で、神様が私を通して、そしてあなたを通してなさりたいことを、私たちがどうぞお願いしますって言った時に、たとえ私たちが忘れてることがあっても、神様はそれを成し遂げてくださる方だっていうことを、ちゃんと私の YouTube を始めたきっかけっていうエピソードを通して伝えたいなと思いました。なので神様に任せていきましょう。では、Bye.